応どんなことがあったかを説明してもらおうよ。どんなことがあったか、なんでこうやってやってるのかを。あ、なるほどね。一回エロそうでエロくない言葉言いたい。なんで我慢できないの。あ、まあじゃあ言っていいよ、一回一回それだけやらせて。じゃあそれだけやろう。いいよ。ヌメロン。あ、いいねいいねそれどっちかというと汚そうで汚くないじゃない。そうけど、エロくはなくない。エロくはなくない。メロンかに。じゃあメロンで、ね、メロンと。ここは想像つく。いや、ジョリー、いいよ。むちゃくちゃ。もうそれもうエロなんやな。むちゃ足したいじゃない。いやでも、むちゃくちゃやばいとか言うじゃない。あ、まあ確かに。でも、むちゃくちゃ。いや、くちゃくちゃ。うわ、エロ。わかって言いたかった時、行け。行きます。幻。え、下手だな、多分。下手だな。提案者にしよう。あんな自信満々にやりたかったのに。じゃあ、言うと。松崎茂。ちょっと変えろよ。今、ここまで、ここら辺まで行ってたのに、変えた。急降下したよ、一気にお前です。エロ。黒すぎるもん、だって。優勝は誰が決めるの。みんなで決める。はじめが決めます。はじめが決めんね。一番エロくない男が。優勝は、はい、松崎しげる。でしょ。出たなぁ。まあそうだと思ったわ。はじめもそういう性癖なんだよ。黒いものに興奮しがちじゃあ何、はじめって秋田の俺のこと見ていつも興奮してるってこと。怖いて。どういか怖っ。怖いなぁ。じゃあこの動画終わる。はい、じゃあありがとうございました。サブチャンネルか。え、これは何の動画。何の動画だよ。楽しいですよね。そういうこと。もうね、撮影やめたるよって話だよ。なんで。なんで。なんつってんだよ。なんで。でも YouTube 撮んのやめましたっていう。なんで。動画です。撮影はしようよ。みんなに動画をお届けできないよ。理由といたしましては、最近もう雨がやばすぎて外撮影ができない。出た、その時期。毎年去年もあったな。梅雨だったり風だったり、俺らは天候に左右されすぎる系 YouTuber。 もうね、最近ほんと雨降るじゃん。で、今日雨降ってないんですけど、昨日の雨でグラウンドが使えないのよ、うん、だから外撮影、グラウンドを使った撮影ができないと、うん、じゃあやめちゃおうって、じゃあやめてドライブしようっていう。なるほどね。たまにはドライブもしようよ。しようしよう。本当にショーツ取れないしね。そう。ああ、そうね、そうね。ショーツ取れない。これが痛い。やっぱりね、ちょっとスポーツを絡めたくなっちゃうから俺らは。まあプロスピとかね、うん。そうなってくると、まあ、ザユーチューバーみたいな企画がないわけよ。そうね。だからこういう時ぐらいやろうっていう。そういう時だけやらせてくださいよ。この時期ぐらいいいんじゃないっていうさ。そうだね。うん、ただドライブしてみんなで。なんか最近あったこととか話して楽しいドライブしようっていう。最近のエンドレス知ってもらおうやつ。そう、エンドレスだよね、これね。サブチャンネルってことじゃん、もうもうまあサブチャンぐらいの感覚で回していいんじゃないみたいな。なるほどね、うん、本当に素で話して、なんかそのこれって取れたかなんないかなとかじゃなくて、もういつもの俺らでいいよ。はい。あのパパキモくね。女の子がいっぱい見てる、こっちの女の子がいる。これがマジです。すげえんでしょ。これがマジですです。お前のスッと喋り方そんな。女の子ということで、まあそんなん冗談置いといて、本当に最近会ったこと話そうぜ。もう普通にシンプルに。なんかあんの、なんかあるやついんの。あるやつ一番最近で言うと、俺今喉渇いてる。めっちゃ最近だね。一番最近つか今がね。今や。俺今喉渇いてる。とか、ね、自販機止まれない。自販機。あ、じゃあコンビニあるよ。あ、コンビニじゃやろ。じゃあコンビニやろうか。俺の唾液じゃダメ。前の唾液じゃダメ。誰がオッケーするんだよそれ。ダメなの。なんでいけると思った。勝てんの。いけるよな。うん。え、いけないやついるんだ。いたれ。ダメだろ。こ。じゃあコンビニで。早っ。こういうのってさ、大体さ、まあ、10分ぐらい走ってから、うん、じゃあちょっとそろそろ行かねえじゃん。はい、じゃあ飲むかってます。僕らポンコツライダーズ。2本いいの。2本いいの。最後めー、はい、飲みます。見てれば懐かしくない。懐かしい。俺の懐かしさえぐない。あ、それ言ってる時期小学生の買ってたわ。小学生だっけ。俺中学生。小学生ガリガリ君がこれやってるの、うん、俺中学生の時やったこれ。62円だったんだぜ俺らが。え、マジ。そうだよ。99円だ。高すぎー。90円ぐらいだったよ。え、100円するの、うん、俺ら62円だったよ確か。うん、62円。
ガリガリ君と2強だったんだもん、俺が。安いから買ってたの。そう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 。ちょっと一口欲しいよ。甘くなってるな。マジでパピコ誰か一個食わないの？ねえ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 、そこ共用部分だから俺との。ねえ。めちゃめちゃ舐めるんだよお前。おい、ここしか開け口ねえんだよこれ。なんでそれできんのお前。やばいって前二人やだ。すげえ。頭キーンってなるよね。もう終わり込んだ。え、めっちゃ味変わってるわ。うん、めっちゃ味変わってる。商品開発されてんだ。されてる。最近ハマってるもの選手権。なんかユウトは、俺は最近めちゃくちゃセロリとゲームにハマってる気がする。なんかドラマ、映画、アニメよりゲーム。あー、ないね、確かに。うん、でも初めもそう。ゲームだってもうずっと好きだもん。確かに初めずっとやってるもんな。初めゲームうまいしな。まあでもカンドラ見る時期とかアニメ見る時期とかもある一応。あー、なるほどね。今はゲーム、確かに。何やってんの？いやもうみんな知ってるもんな、フィバやってんのな。パワープロとかさ、プロスピとかさ、ウィーレとかさ、フィバとかさ、あれって友達とやって楽しいゲームだと思ってたんだけどさ、一人でやってなんかあるんだね。一人でもリアタイがあるから、だから世界の他の人とやってるわけじゃん。そう、だから通信みたいなもんだよね。知らない人倒すのも楽しい ね。負けたらめっちゃいいやつだけど、たまにソファバーンとかやるもんね。じゃあだんだんソファへこんでくんだ。あれスッやるもんな。俺はコントローラーに2つくらい壊してる。怖いって。え、やらない？ゲーム負けて。まあクソって思うけど、ブーンはやんないよ。俺スプラトゥーンやってた時めっちゃなってた。なるよな。めちゃくちゃなってた。スプラトゥーンってさ、味方もいるからさ、味方のせいで負けるとかもあるのよ。めっちゃイライラする。味方が回線落ちとかで一人いなくなってとか。ああ、急に消えるみたいなね。そうそうそう。次でランク上がるのに一人落ちて3対4で不利で負けるとか。めっちゃイライラした。初めはやんないね、さすがにね。ワンはやんないね。うん、やんないんだ、珍しい。いやもう壊れたらか、壊れてるコバ一番やつ。すごい冷静だ。壊れるコバ一番。コバなんかさ、ハマってるもんないっしょお前。でも俺ドラマ今2つ見てるよ。あ、コバ趣味ドラマか。俺今あなたがしてくれなくてもっていう不倫ドラマと、あともう一個名前忘れたけど不倫ドラマ2個見てる。不倫ドラマ2つ見てる。ええけど今めっちゃ流行ってんの不倫ドラマ。ああ。1個完結したけどね。うん、まあおもろかったわ。TVer で毎回見てる。TVer で見てんの？あれ広告うざない？めちゃくちゃうざいよ。だよね。けどもうテレビでは見れないでしょ。フールと入っちゃえばいいじゃん。確かに確かに。サブスク入ってる、なんか。ネットフリ入ってる。逆に何入ってる？アマゾンプライムビデオ、うんうん、ネットフリックス、うん、ダゾン、アップルミュージック、はあはあ、くらいかな。結構強いね、結構強い。ダゾンってね、あんまする人ない。確かに、でも高いし。3800円。やばっ、やっぱ3800円もすんの。あれやな、ネットフリ、フールで、彼女がディズニープラスとか入ってるし、アメプラ、アメプラじゃねえやなっけ。アマプラ、アマプラ、アメプラじゃねえ。アマプラ、まあ、あとアップルミュージック、まだ YouTube プレミアム。おでんべや。YouTube プレミアムの言い方だけなんか尺だな。YouTube プレミアム。あと前から入ってないでしょ。やってないでしょ。入ってないけどね。あれね、ほんとね、一回無料体験やってみたいよ。したらやられた。手の裏。抜けらんないもん。確かにね。沼る沼る。策略やん。策略。ここは新小屋だよね。ここ新小屋ね。新小屋来たよ。新小屋といえば、その。あ、待って。女子高生いるよ。うん、うわぁ、ちょっと言うの遅いな、人。あ、ごめんごめんごめん。もうちょい前で言わないと。ごめんごめんごめん。止めることじゃないだろ、この話は。あ、左行って、左行って。ありがとうございます。やべ、目あった。目あった。目あった、一番弱い。新コアで有名な真ん中の二人。中町あや、中町 JP チャンネルさん。出てたもんね。でしたね。がっつりだね、しかも。その、ちょっと裏話言っていい？うん。めっちゃ人いたのよ。うん。で、居酒屋の中入れる人数が限られてて、7人ぐらい集まって9時やって、その中から2組が入れるみたいなやつで、俺ともう一人が選ばれて入れたんだけど、めっちゃ奇跡じゃない？あ、じゃあ引き当てたってこと？そう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 。お前すごっ。何かしら関われるんだったらと思って絶対入りたいと思ってたんだけど、そのもう9時になっちゃったから、もう頼むっつって、残り物には服があると思って最後引いたら当たった。すごい幸運の持ち主だね。めっちゃ奇跡だよね。すごいね。動画で見るとやっぱね、伝わらないわ。顔ちっちゃかったね。顔もちっちゃいし。みんなやっぱ動画より絶対生のがいいよ。うん、コラボしてえな。ね、なんで仲良くしてくんないんだろう。俺だって YouTuber の友達少なすぎない？マジでさ、鎖国されてる俺らだけ。
で、ベリー来航してくんのいつ黒船来てほしいな。黒船来てよ、マジで。もっと先輩方かまってよね。俺らのこと。後輩やりたいもん。ね。確かに。後輩俺らめっちゃできるよな。できるできる。後輩できるな。俺らより後輩の YouTuber いないと思うんだよ。多分。あんまかっこよくないけど。本当に関わり少ないな。今日サウナ行くよな。今日、うん、普通にね、普通に近場の。いいなサウナ。でかサウナの一番声だけ。いいな。いや、そんなこと言ったらこの間行ったサウナやばいよ。リールで上げてたやつ。そう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 。あれ激やべえから。激やべえって聞いたこと。いや、激やべえマジで。どの単位ですか、激やべえ。いや、ゲチはまあまあ言ったらガチギャッチガチマジゲチ。いや、ガチ2個あったガチ2個あったえ、どういう感じだったんだ。サウナが4個ぐらいあるの。パン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 って川に、場所ばかり川に、川の近くに設置されてて、うん、で温度も全然110度がいくの。合流できて、でも温度が高いそう。でサウナ自体が薪ストーブみたいな感じで、はいはいはい、薪自分で割って入れて、で合流やって。薪割れそうな場所。どういうこと。あ、薪割れ、薪は絶対割れ薪割るのはプロ級。薪割れなきゃおかしいか。おかしい。俺が薪割れなかったら帰るかまで行く。確かに。まあ、2人で行ったから2人で10分いかないぐらい入って、出て本当に10秒ぐらいで、なんかそのウォータースライダーみたいな滑り台があって、うん、滑り台から川に飛び込めんのよ。最高や。え、川が水風呂。川が水風呂なの。すごいね。やばいでしょ。めっちゃいいな。いいな、自然っていいよな。最強。いや、年重ねるにつれて自然の良さがね分かってくるよな。待て待てやっぱ東京にいすぎたんだよな。そうだな、やっぱり。本当に外出て自然感じていかないとね。多分溜まってるもんあると思う俺。そうそう、都心にいるやつのセリフだからそれ。やっぱさ、都端だから俺。都端。中心じゃなくて、ね、端っこの方だから。都住だもんね。都住。都住。東京だ。東京だ。ね。うん、でそれで東京だよ。で切りたいやつが住む街に住んでる。ギリギリ。休日感あるんだよな、本当サウナ行くと。わかる。何もしたくないって言うけど、どうせ編集なんだよね。そうだよ。全部投げ出したくね、一回。ああ気持ちいい。全てを投げ出して。でも旅行前はさ、旅行行ったけどさ、旅行前に全部編集終わらせたから、ちょっと忘れたくね。あーあの時は、まあ、そうだね。確かに。だから編集外部に委託できるまで頑張るマジ外部に委託したいよな。いやでもな、俺らからの編集が好きだよね、多分ね。色が変わってしまうから。うまいんだろうけど、外部のが、うん、編集は。ね、俺が好きな YouTuber が外部に全部委託し始めたら多分見なくなる。ああそうだよね、うん、ワードとかも少なからず変わってくる。わかるわ。ちょっと変わるもんな、マジで。サウナ流行ってるよな。流行りすぎて。いつから流行ったんだってマジで。ね、サウナ行こうぜなんてありえないんだもんちょっと前はなんで流行ったんだろう。あれらしいよ、噂によると女の子のインフルエンサーがサウナ行き始めて、女の子のインフルエンサーが水着出すのって夏しかなかったのが、そのサウナ行くことによって水着が出せるようになったから、それで写真撮ってインスタ映えみたいな。なるほどね。のを上げ始めてだんだん広まったみたいな。あ、そうなんだ。あるらしい。結局インフルエンサーが強いってことですか。じゃあ、うん、まあ広めたのは結構そういう。ということで、まあ1時間ぐらいブラーっとドライブしてみました。はい。部屋でさ喋ってるよりもさ楽に話せね。わかる。いつもこうやって話してるからね。そう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 。質問感が強かったかも。てか、なんか何話したか忘れたかも。え、本当に大丈夫。内容ある話してたっけ俺ら。多分してないな。ないな。まあこんな感じの緩い企画もたまにはいいんじゃないですかね。はい。ということで、あの最近部屋企画が多いのは、雨が降ったり風が強かったりしてグランドが使えないのが多いからです。ああ。だから嫌いにならないでください。前田敦言う動画でした。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録、コメント、高評価、ツイッター、インスタフォロー。よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。じゃあねー。え、今日も見てくれてありがとうございました。やっと天気良くなってきたから外で撮影できるよ。次の動画はパール打ったら即一戦ガチ野球対決、せーの、最高。